って今コーチをしているキョンテという中国の元の世界チャンピオン、彼の持ち味ですね。そういった多分金龍さんの方がショートに勝っているので、はい、あまりバックばかりをずっとやられると、なるべく早めにそのチャンスがあったらフォアをここで体の前でプッとボールラケットが合わせる人に比べて非常にテンポが速い感じがします。バックバックといって最後はフォアストレートを抜きました。高加量8ホールです。これもストレート、どうやらアプローチ10-8。大きな拍手を足を送りました。このプレー、これだけ台から離れています。カリオのポイントです。もう何か台をパッと振っていく感じでボールが行きますね。これです、水平の振り。振りが速いです。真ん中を狙われましたね。はい、まあ、それがコーカリオの持ち味ですけども、はい、鮮やかな高加量のポイント、第1ゲーム連封ポイントを握りました。ラックハンドに第1ゲーム21-14で高加量が取りました。今中国にはかつての曹操層のようなバックハンドの名手というのはいないんですね。全部この前にコーチをやってて、今全オリンピックの強化委員長になって、この間ロス五輪で15個の金メダルですか、はい、それのまあ影の立役者になりましたリフウェイ、はい、あるいは今の体育時間をやってるジョインセ、これらの系統 の、 そのバックはショート、フォアはロング、左打ち右打ちというような表現をしておりますが、全部この系統の選手ばかりなんです。そう、その中で高加量だけがこの頃バックハンドを振り出したしてくるわけですね、はい。プレーというのパッチ、目の対決で曹操層が3連勝した、はい、決勝両方とも勝った。素晴らしい、これをうまくついてます。鮮やかです。見事なタッチを見せます。高加量、これです。よく止めます。あっ、止めきれません。返しきれませんでした。高加量のポイント、16-13、3ポイントリード。鮮やかなスマッシュ、上がりきるところで打つんじゃなくて、もう台にバウンドしてですね、途中でスマッシュくるんですね。そうですね、あれが速さ、時間、両方ともありますから、一番いいですね。そうですね。マッチポイントを依然握っています。高加量が世界選手権チャンピオンに輝きました。スタンディナビアアリーナのその大歓声。中国の高加量が同じ中国の金龍さんを破りまして、世界選手権初のチャンピオンに輝きました。ゲーム